不安定な感情に対して行えるセルフケアとファミリーケア、ロネ・ソレンセンによるソレンセン式反射療法フェイシャルリフレクソロジージャパン。子供から高齢者、そしてペットにまで場所を選ばず行える反射療法を使った心のケア。落ち着いて座れるまたは横になれる場所で、指を正中線上で生え際から指一本下がったところに当て、優しくそしてゆっくりと片側に8回転から10回転、反対側にも同様に回していきます。指をその下の青いポイントにずらし、同じように両方向へ感電させます。青が終わったらピンクのポイントを同様に回転させます。次に眉間にある黄色のポイントを同様に回していきます。次に眉間と鼻の先の間にある緑のポイントをやはり同様に片側8回転から10回転、反対側も同様に8回転から10回転行っていきます。その後、鼻の柱の終わりにある赤いポイントをやはり同様に行っていきます。調和を図る準備が整ったところで、今どのような感情に悩まされているかにより、その感情に最も合った感情の調和を図ります。ストレスに悩まされている方は黄色、眉間の黄色のポイントに片側の人差し指を当て、さらにもう片側の人差し指を頬骨の黄色いポイントに当て、そのまま1分間調和を図り、その後顔の反対側にも同様に行います。次に、辛いまたは悲しいという気持ちに悩まされている方は、青いポイントに片側の指を当て、さらにもう片側の指を小鼻の横の青いポイントに当て、そのまま1分間調和を図り、その後顔の反対側にも同様に行います。恐怖、恐ろしい、怖いという気持ちに悩まされている方、鼻先の赤いポイントに片側の指を当て、さらにもう片側の指を眉状の赤いポイントに当て、そのまま1分間調和を図り、その後顔の反対側も同様に行います。怒り、イラつきなどの感情に悩まされている方は、鼻の上の緑のポイントに片側の指を当て、さらにもう片側の指を額の出っ張っている緑のポイントに当て、そのまま1分間調和を図り、その後顔の反対側にも同様に行います。寂しさや悲しさに悩まされている方は、額のピンクのポイントに片側の指を当て、さらにもう片側の指を口角に当て、そのまま1分間調和を図り、その後顔の反対側も同様に行います。フラストレーションが溜まっている方、額の生え際すぐ下のオレンジのポイントに片側の人差し指を当て、さらにもう片側の人差し指を耳の上側のオレンジのポイントに当て、そのまま1分間調和を図ります。その後顔の反対側にも同様に行います。ルヌソレン線によるソレン線式反射療法フェイシャルリフレクソロジージャパン。